苦労様。ロック、ケベックまでは3時間もかかるのよ。フロックったら、シャルが帰ってからすっかり甘ったれになっちゃったわね。まあ、私からシャルに頼めって言うの？ママに頼むなんてずるいぞ、フロック。しょうがないわね、連れてってあげるわ。その代わり、今日だけ特別よ。よかったわね、フロック。行ってきます、ママ。気をつけてね。はい。また出かけたわよ、母さん。どこへ持ってくんだろうね、あんなにたくさんの牛乳。ねえ、お前さん。うん、ゴードンの旦那が手を回して、アンドレ牧場の牛乳はどこでも、買わんことになってるはずだが。ミルク入れるといいね。毎日これだけ牛乳が売れれば、ゴードンさんに借りたお金なんかすぐ返せちゃうわ。フロック、どうしたの？話があるんだが。何でしょうか。まことに言いにくいことなんだが。うん。一応今日で打ち切りということにしてもらいたいんだ。支配人さん、うちの牛乳が何か。いやいやいや、君のところの牛乳はホテルでもなかなかの評判だよ。じゃあどうして。いや、社長の命令でね。私にもよく理由はわからんのだ。あっても無理だよ。このホテルでは社長の命令は絶対なんだよ。でもそこ。本当に気の毒だと思うが諦めてくれないか。まあ、それに支配人としての私の立場もあるんでね。ああ、これは今までの代金だ。ありがとうございます。せっかく力になってあげられると思ったんだが。いいえ、無理なお願いを聞いていただいてありがとうございました。なぜ急に牛乳を買ってくれなくなってしまったのかしら。娘かと思ったらシャルロットじゃないの。あ、シャル知ってるんですか、マリさん。ええ、
パリではとても親しくしていただいたのよ。ね、シャルロット。いやー、こら偶然だな。何が偶然よ。マリーは私をいじめるためにカナダへ来たようなもんじゃない。もしかしたら。サンディ、ちょっと話があるの。なんだよ、改めて。まあ、サンディとシャルロットは二人だけでこそこそと内緒話をするような仲なの？冗談じゃありませんよ。シャル、話は村へ帰ってから聞くよ。それじゃ、行きますよ、マリーさん。サンディ！ごきげんよう、シャルロット。はい！何よ、マリーなんかにデレデレしちゃって。断られたの、ホテルで。マリーよ、マリーとアルベールさんの仕業に決まってるわ。シャル、証拠もないのにマリーのせいにしてはいけないわ。でもマリーはサンディから牛乳のことを聞き出したに違いないわ。それにしてもマリーがなぜそんなことを。マリーは私を憎んでるわ。それにアルベールおじさんだって私のためにおじい様のお屋敷を追い出されたと思ってるのよ。シャル、これから町へ行ってくるわ。マリーと会うの？うん、明日からの牛乳の買い手を探すのよ。私も行く。あ、シャル、あなたは疲れているでしょ。へっちゃらよ。あら、またついていく。ケベックに行くのよ。いいの？よほど懲りたようね。セーヌ川も素敵だけど、セントローレンス川はもっと素敵。なぜだかわかる？さあ。サンディがいるからよ。僕が。これからも友達でいてくださるわね。もちろんです。あなたのような人がそばにいてくれると心強いわ。そばにいてくれると心強いよ。なんちゃって。ただいま、兄さん、土産があるぜ。ご機嫌じゃな、サンディ。誰か来てんのかい？お前と反対にご機嫌斜めの客がな。どうなの？ああ、
もちろん言ったさ。やっぱりマリさんはね、アンドレ牧場の牛乳をうまいうまいって飲んでたんだぜ。ダンディのバカ。バカとはなんだよ。バカだからバカなのよ。シャル、いいか、マリさんは一度だって俺のことをバカだなんて言ったことはないぜ。口に出して言わないだけよ。お腹の中で大バカだって笑ってるわ。あんたと、おいおいおい、やめんか二人とも。だってシャルが、サンディはマリーがどんな人か知らないのよ。人の悪口言うなんてシャルらしくないぜ。マリーはサンディを利用しているのよ。あは、あそうか。何を。シャルは俺とマリーさんに焼き餅焼いてるんだろ。焼き餅。シャル、焼き餅を焼く前に少しはそのおてんばを直したらどうだ。うぬぼれないで。おっと、へっこうよサンディなんか。おいおい、シャル、シャル。ほっとけよ、ヒステリーなんだから。乗っ取る権利はないわ。ホテルでもらっただけのお金じゃとっても足りないし。あ、表に誰かいるみたい。気のせいじゃないの。ううん、確かに。あ、こんなものが。何かしら。誰が。ナイト、ナイトだわ。待って、どうして黙って行ってしまうの。本当にナイトだったの、シャル。え、間違いないわ。でもナイトはなぜ黙って行ってしまったのかしら。風のように現れて風のように消えちゃう。ナイトってそういう人なのよ。それにしてもこんな大金を。ナイトはきっと私たちが困っていることを知ってたのよ。それでありがとうナイト、これでパパの牧場取られないで済むわ。いただけますね、ゴードンさん。あ、すぐ届けさせる。まあ、私たちが返せないと思って証文を持ってこなかったんですね。いやいや、急いでいてな。シャル、これから一緒にお宅へ伺います。うちに。この金貨は証文と引き換えにお渡しします。シャル、一体どうやってあのお金を手に入れたんだね。ちょっと銀行ギャングをやっただけ。大人もバカにしよって。
シャルのうちの証文を出してやれ。あなた、早くしろ。長い間お借りしてすみませんでした。ちょっと待ってね。信じられないわ、あんな大金を。あ、ないわ。私の大事なへそくりが洗った。なんだと、お前そんな大金をへそくってたのか。あなた、そんなことより誰が盗んだかが問題ですよ。よくもわしに隠れて。あ、サーミン見つかった。おい、誰かサミーを捕まえろ。離せよ。このバカ。やめて。サミー、正直に言って、うちにお金を届けてくれたのはサミーだったの？まあそらそらし。シャル、あんたがうちのサミーをそそのかして盗ませたくせに。シャルは関係ないよ。サミー、お前が盗んだんだな。それでもお前はゴードン家の息子か。僕はゴードン家の息子だってことが恥ずかしいよ。なんだと。やめて、これ以上乱暴しないで。シャル、事情が分かった以上証文は返すわけにはいかないわね。ごめんよシャル。何を謝っとるんだ。じゃあナイトじゃなかったの。もっとよく確かめればよかった。シャル、私たちはナイトに甘えすぎていたみたいね。うん、これからは二人で力を合わせて頑張りましょう。誰かしら。よう、シャル。絶好だって言ったはずよ、サンディ。まあまあ、そう向きになるなって。マリーさんがぜひアンドレ牧場を見学したいってんで、俺がわざわざ案内してきたんだぜ。素敵なところじゃない。帰ってよ、二人とも。何するんだ、フロック。大丈夫ですか、マリーさん。シャルロット、動物は飼い主に似てるって言うけど本当ね、気が強くて乱暴で。その代わりマリーみたいに陰険な動物は一頭もいないわ。シャルロット、あなたが私に向かってそういう大きな口を聞けるのも今日限りだってことを忘れないでね。マリーには関係ないでしょ。それが大ありなのね、ミレーヌさん。はい、マリー様、早速これを見比べてくださいまし。まず現在の建物は全部取り壊して、あそこにこういう感じの建物を建てまして、その隣に温室と大きな池を。マリー、あなたこの牧場を買うつもりなの？ミレーヌ、マリーさんはここをゴードンさんから買ったのよ。マリーさん、俺にはそんなことは一言も。あら、私が別荘を買うのにサンディに相談しなくちゃいけなくて。そうじゃないけど、ここは牧場ですよ。別荘を建てたいならもっといい場所がいくらでもあります。私はここが気に入ったの。マリーさん。サンディ、分かったでしょ。もうミレーヌさん、裏の方も見たいわ。そうね、どうぞこちらへ。あ、マリーさん。シャル、俺が頼んでみるよ。サンディ、マリーはなぜここを買いたがってるか分かる？いや、私がいるからよ。マリーは私とママをここから追い出せればそれでいいのよ。マリーさんがそんなことするわけないよ。マリーさん！パパの牧場が。シャル、諦めるのはまだ早いわ。だってママはね、この牧場に来て思ったの。土もいじったこともなければ、力仕事をしたこともないパパが赤ちゃんのシャルを育てながらこれだけ立派な牧場を作ったの。
それがどれほど大変なことだ。パパの苦労に比べたらママの苦労なんて何でもないわ。ママシャル、二人で頑張りましょう。しばらく会わないうちにすっかり強くたくましくなったママにシャルは驚くのでした。そんなママの温かい手に触れているとシャルはパパに抱かれているような気持ちになるのです。までにゴードンにお金を返せなかったシャルとママはアンドレ牧場を出ていかなくてはならなくなりました。牛や羊を連れて当てのない旅に出たシャルたちは泊まるところもなく野宿することになったのです。ところがその夜恐ろしいことが起こったのです。次回若草のシャルロット初めての野宿お楽しみに。ラララビュートメン。